はい、皆さんこんにちは、写真家の藤村大輔と申します。よろしくお願いします。今日はですね、特殊風景と夜景の王子ということで、これからね30分というすごい短い時間なんですけれども、セミナーをねさせていただきたいと思います。はい、まあ、特殊風景といってもねすごい難しい、ものじゃなくて、まあ、僕が言う特殊風景ってどういうものかというと、まあね、普通の、風景写真とはちょっと違うんですね。まあ、特殊なテクニックを駆使した写真表現っていうことですね。思いをイメージするっていうこと、表現するっていうことですね。まあ、じゃあ僕が考える、イメージどういうものかっていうと、時間の表現ね、時間の表現、まあ、時間の表現っていうのが、まあ、僕の思いなんですね。いわゆる、まあ、写真ってね二次元で平面ですから、どうやって心の中に瞬間を捉えるだけの写真じゃなくって、そこに時間を感じさせるかっていうのが僕の中でねすごいテーマでもあるんですね。でその一つの、表現方法の一つに、表現方法を、表すためのねテクニックとして長時間録音っていうのを使うんですね。で長時間録音、例えばこの写真ね、今出てる写真の、データを見ると F20 で30秒っていう録音時間をかけてるわけなんですね。これ昼間ですね、真っ昼間に30秒っていう録音時間をかけてるわけなんですけれども、これはND1000 プラスハード GND0.9 って書いてますね。何かって言ったら、これ ND フィルターを入れてるわけなんですね。ND フィルター、暗くなるフィルターですね。どういうものかっていうと、ちょっとね、今用意してるので、ね、お見せしますね。こういうね、暗いやつ、真っ黒いやつ、ね、黒い ND フィルターっていうのを入れるわけなんです。この、ホルダーっていうのがあって、ホルダーに入れるわけなんですね。こうやったら。ね。これをカメラのレンズの前にアダプターリングがあるんで、これつけるわけなんですね。ステップアップリング。これつけるだけ。簡単です。で、これつけて、まあ、真っ暗にすれば ND フィルターだから暗くなると。暗くなれば、当然、露出が、録音時間が長くなるので、スローシャッターが撮れると。プラス、ハーフ ND、半分になってるんです。ね、半分。半分になっている、このハーフ ND っていうものも合わせて使ってます。この写真はね。雲の部分がちょっと明るいんです。雲の部分は明るいから、明るい部分と、暗い部分とを、輝度差を合わせるために、ハーフ ND っていうので調整しながら、2枚合わせにしてるんです。2枚合わせ。これをレンズの前につけて、撮ってますね。こういう ND フィルターを駆使しながら長時間録音にして、さらに画面の中の輝度差をコントロールするっていうことをやってますね。はい。これはですね、僕が一番最初に言った時間を表現したいというところから、どうやれば時間を表現できるかなと思ってスローシャッターにすると。でスローシャッターにするという流れになって、スローシャッターにするにはじゃあどうすればいいのか。昼間スローシャッターにするっていうね、すごく難しいから、じゃあどうすればいいんだろうなと思った時に、じゃあ ND フィルターをかけなきゃならない。ND フィルターはただ単にかければいいのかって言って考えたときに、まあ、実はね、僕これ ND フィルターかけ始めたのってもう大体もう二十何年か前なんですよね。その頃からいろいろ駆使しながら使っていて、で、まあ、ハーフ ND と ND の2枚合わせ。しかもデジタルカメラになってきて非常にね、解像度が高くって、フィルターの精度ってものがすごく求められるようになってきて、最近になってやっとガラス製のいいフィルターが出てきたので、この2枚重ねてのができるようになってきた。ね。この Z6、Z7 っていうのはね、非常に解像度も高くって画質も綺麗なので、フィルターの精度が良くないと逆にね、粗が映っちゃうんですね。で、こういうふうにね、この有形です、これ。これは、どういう思いをじゃあ込めてるかって言ったら、最近ね、コロナ禍で、旅行に出たりできないですよね。まあ、旅行にできない。で、まあ、夕景とか、昼間とかね、明るい時の長時間旅行って ND フィルター、ND フィルターを使うわけなんですけど、この旅立ちのね、不安。旅立ちの不安ですよね。もう旅行に行けない。この不安です。で、先行き見えない。ね、こういうような不安っていうものを、ちょっとなんかね、この羽田空港に行って、撮ったわけなんですね。はい、これちょっとどんよりした雲がね、のよのよのよって動いた感じで、見せたいと。ただ単に撮っただけだと雲がバシッと映っちゃうので、普通の風景写真にしか見えない。これをハーフ ND を入れて、まず空を暗くする。で、さらに ND フィルターを前面に出て、全体的に暗くする。スローシャッターにするのと、ハーフ ND で上を暗くするっていうのを合わせ技を使ってるわけなんですね。はい。これは迫力と躍動感。ね。
で、これはですね、ND64 を入れて夜景なんですけど、若干暗くしてます。で、ハードの、フィルターを、ハーフ ND を下側に入れてるんです、下側。実は、この下側、地上の部分ですね、都会の部分を暗くしているっていう使い方をしています。普通は空の部分を暗くするんですけど、こっち側を暗くしているという使い方をしています。ちょっとね、変わった使い方ですよね。で、テクニックに慣れてきたらね、表現をね、深掘りしてほしいなと思います。何を見せたいのか、何を感じてもらいたいのか、でこういったことを考える。そのためにどういう表現が必要で適切なのかっていうものを考えてほしいかなと思います。これは幻想。ね、幻想的な風景。富士山が見えてますよね。富士山の前に海がある。岩場がある。でふわふわふわっというふうに波がある。波のところがもやっとしている。ね、このもやっとしているっていうのは実は、ちょっとね、偶然撮れたものでもあるんですね。この日すごい風が強かったです。昨日も風が結構強くって、富士山の、この、ね、雪がね、パーッともう、見えるぐらい、肉眼でも見えるぐらい、そう風が強かったんですけど、この撮影した日もね、すごい風が強かったんですよね。波が、もう、バーッと来てて、撮ってる時にも自分波かぶりながら撮ってるんですかね。フィルターにも、もうね、このフィルターに、すんごい波がバチャ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 ついて、ハンカチでもゴシ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 拭きながらやってるんですけど、だからやっぱりね、海の水なんで、ハンカチで拭いてもね、ちょっと後残っちゃうんですよ。それがね、ソフトフォーカスみたいになって、これもやっとなってくれたんです。まあこれはだから、偶然の産物で、あ、こういう狙い方もあるなって思うんでね。ソフトフィルターを使うっていう方法もあるし、最近、まあ僕よく使ってるのはこのカニフィルターっていうのを使ってるんですけど、カニフィルターの中にパーシャルソフトっていうのがあって、半分ぐらいが透明で、半分ぐらいソフトっていうのが出てるんですよ。そういうのを使ってもいけるかもしれない。この表現をね。はい。で、こういうふうな真夜中の、これはね、海岸沿いなんですけど、崖っぷち。これ真っ暗です。かなり暗いです。データ見てもらえば分かると思うんですけど、ISO 1600。1600で F3.2 まで上げてるんですよ。これ1424の 2.8 を使ってるんですけれども、これかなり暗いところで、2.8 からちょっと絞っただけなんです。ほぼ開放に近いんですよね。で、30秒開けてるでしょ。このデータってどういうことかって言ったら、普通だったら天の川とかが取れちゃうようなデータなんですよ、これ。1600で 3.2 で、30秒って言ったら、そのくらい暗かったんですよ、これね。崖っぷちがすごい暗い。でも空の部分が、結構もっと崖っぷち以上に明るかったので、実は輝度差を合わせるために空の部分にハーフ ND をかけてます、これは。普通星空を暗くしようなんてことはしないんですけど、普通はね。それ以上に崖っぷちの方が暗かったってことなんですよね。まあ、そういうふうにして輝度差を合わせながら、コントロールしながら、撮影をしているってことなんですね。で、これあえてね、色を排除してモノクロで、撮ってます。色を排除することによって、モノクロにすることによって、人は、見る人は、形で見る形になります。形でね。形で見るっていうことは、この風景はどういう風景なんだろう。どういうようなシチュエーションなんだろう。場所なんだろう。どういうような、匂いなんだろう。空気感なんだろう。っていうふうに想像するんですね。この第三者が想像させ、するっていうこと。第三者に対して想像させるっていうことっていうのは、作者にとって、撮影者にとっては非常に重要なことで、そうすると、写真に引き込まれるんですね。カラーっていうのはね、非常に情報量が多いから、あ、こういうとこなんだな。あ、そうね。あ、こういうところね。っていうふうに情報が完結しちゃうんだけれども、モノクロってね、いろいろ想像させることができるから、なんかね、やっぱり写真にのめり込むことができるっていうんで、よりディテールが内容を読み込もうとするんですよね。まあ、こういうね、歴史ある街っていうのは、やっぱ時間の流れっていうのを想像しやすいです。これはイタリアのベネチア。ね、ベネチア、今ね、去年からコロナ禍、やっぱり世の中っていうのは世界中、今ね、コロナ禍で大変です。大変。まあ、日本も大変、世界も大変。ね、イタリアなんていうのは本当ね、一番大変なことになった代表的な国ですよね。一番最初に、もうイタリアっていうのは爆発的に広がってしまった。その爆発的に広がったのもベネト州とかね、ベネチアの周辺っていうのは非常に話題になりましたよね。なんでかって言ったら、ね、ベネチアってね、やっぱこの疫病が流行りやすい。土地柄なんですね。歴史上そういう土地なんです。もう、ペストが流行ったりとかね、コレラが流行ったりとかね。それで街中がもう壊滅状態になることが何回も歴史上あった、そういう場所なんですね。やっぱり運河に囲まれていて、やっぱり排水がね、
そこ、よくないとか、よどんだ水がいっぱいあるとか、あまりね、衛生上良くないところがあったんでしょうね。で、そういった疫病で亡くなった方を運んでいた船っていうのが、ゴンドラだったわけなんですね。まあ、そういうような歴史のある、町でした。まあだからこういうね、コロナ禍の、今において、こういう写真っていうのはまた違った意味をね、帯びてくるんじゃないのかな、想像力を帯びてくるんじゃないのかなと思いますね。はい。これはね、開拓時代をちょっと想像ね、して、撮影したような写真ですね。空がふわっとね、これはすごく躍動感があって、非常に、なんていうのかな、もう夢があって、前向きで、すごくね、果てしなく続くような栄光っていうような意味っていうものを、想像してます。開拓時代の、人たちがね、ニューヨークが、マンハッタンがこんなビルが建つとは思ってなかったでしょうけれども、まあ、そういったような、想像してたんじゃないのかなっていう歴史を、ちょっとね、想像しながら撮影してるわけですね。まあ、モノクロはそういうふうな意味では、読み解くっていう作業が見る人に生まれるっていうことなんですね。はい。で、長時間録音、テクニックに必要なことなんですけれども、長時間録音っていうのはね、すごいね、ノイズが出やすいです。さっきから見るとね、30秒とか、ね、下手すると何分っていうのもあるわけなんですよね。10秒、20秒だったら、あんまり長時間録音のノイズっていうのは出ないです。でも、30秒を超えてくると、だんだんと、なんていうのかな、ノイズが出てきて、1分を超えるとね、極端に出始めます。もう2分、3分になるとね、すごいんですよね。で、それをいかにしてノイズを、軽減するかっていうのが、ミソになってくるわけなんですけど、まず一つは機材の問題があるんですね、機材の問題。DX フォーマットと FX フォーマットありますけれども、やっぱりセンサーのサイズが大きい方が圧倒的に有利なんですね。で、画素は大いよりも少ない方が有利です。例えば、2400万画素のカメラがある。ね。4000万、5000万近くの、カメラがある。どっちの方が綺麗かってよく言われます。綺麗かって言われるのは、どういう意味合いで綺麗かってよく言われるんですけど、解像度が高い、細かい部分が見えるっていう意味では、画素数が高い方がね、もちろんいいんですけれども、トーンが出る、ノイズが少ない、暗いところが映るっていう意味では、画素数が低い方がいいわけなんですね。そういった意味では、今ね、Z6、7、まあ、6272ってね、新しく出ましたけれども、この中で一番僕が有利だなと思うのは6-2なんですね。6-2は長時間録音に一番向いているカメラだと思います。まず画素数がそれほど高くない。高くないって言っても、必要最低限十分な画素数があります。で、映像エンジン、いわゆるね、演算をするためのエンジン、XP ですね。がデュアルになっている。このデュアルになって演算がすごくスムーズになるようになって、ノイズの処理も軽減されているということで、今はこの6-2っていうのはね、非常に、この長時間録音には向いていて、撮りやすいんじゃないのかなという感じがしますね。はい。あとはね、撮影の段階だと、なるべくしっかりした三脚、これ当然ですよね。ブレないようにするため、長時間録音しますから。あとは、フィルター、ND フィルター、昼間の場合は明るいですから、ND1000 以上。これがね、64なんですよ。これ64。これでも64。1000ってもっと全然暗いんですけどね。昼間だと1000は必要。場合によっては1万。僕は3万2000とかね、っていうのも使います。まあ、そのくらい、すっごい濃いのも使いますね。昼間はそのくらい濃いのが必要。あと、ハーフ ND。ハーフ ND もハードとかソフトとかっていうグラデーションの幅が違うものがありますから、そういうね、種類もあった方がいいかなと思いますね。で、長秒時ノイズ低減機能っていうのはできればオンにした方がいいです。時間があればね、撮影時間があればオンにしといた方がいい。当然さっき言ったノイズ問題ですよね。夜景とかでね、すごい時間がない時にはもうしょうがないかもしれないんだけど、できればこの長秒時ノイズ低減、これオンとオフだと全然仕上がりが違いますので、オンにしといた方がいいかなと思います。はい。じゃあ次、いきます。夜景。ね、夜景の話にしましょう、今度ね。夜景の話です、今度はね。夜景の奥義の話ですね。夜景の奥義。普通のもう簡単な夜景の話は今日しません。ね。夜景の奥義。夜景の基本っていうか、こう基本、奥義と言いながら基本って書いてあるけど、奥義です。色にこだわれ。色。ね、夜景っていうのは、まあ、基本的な撮り方はあるんですけど、トワイライトもブルーモーメントもマジックアワーもみんな一緒なんですよ。これ同じことを言葉を変えて言ってるだけで、その言葉に惑わされないようにしてほしいなと思うんですね。色これ綺麗でしょ？で、この写真の色は、青い空と
街並みがアンバー色、ちょっとオレンジ色があったら茶色っぽいようなね、綺麗な色かかってますね。まあ、あのホワイトバランスは晴天で撮るわけなんですけども、晴天で撮ればこういうふうにそのもののオリジナルの色が撮れるっていうことなんですね。はい。まあ、夜景っていうのはね、様々な色があるから美しく見えるんですね。アンバーがあったり、青があったり、緑があったり、マゼンタがあったり、ね、いろんな色、紫があったり、黄色があったり、ね、金色に輝くような色があったりね、いろんな色があるからすごくね、美しく見える。これがね、まあ、モノクロでもね、美しい夜景ってのは撮れるわけなんですけども、やっぱりこういう円形になれば、いろんな色があった方が綺麗に見える。ね。まあ、色の表現は主にね、ホワイトバランスを使うわけなんですけれども、色っていうところに、ちょっとね、皆さんにここでね、秘訣を言う、奥義を言いますと、対になる色を組み込むっていうもの。対になる色。これね、青とアンバー。この写真はね、青とちょっと紫っぽい色があるでしょ？ね、この紫っぽい色、青と紫色っぽい色、青と赤とか、青とアンバーとか、もしくはマゼンタと緑とかっていう風に対になる色を入れておくと、お互いがお互いのね、色をね、引き立て合って、相乗効果の意味があってね、すごくね、美しく見えるわけなんです。ねえ。綺麗でしょ？すごく透き通ったような青と、なんかの赤い感じのね、夕焼けと、すごい綺麗な感じ。で、こういう極端な色合いにすることもあります。これはね、ホワイトバランスを1万ケルビンにしないと、1万ケルビン。K って書いてある数字で、やるところね、数字で設定するところに1万っていうところにして、やってます。だからこのオレンジ色。で、この、オレンジ色にするときっていうのは、実は、ちょっとコツ、時間帯にコツがあって、トワイライトの時間にはこれできないです。青みが変わってくるから。青みとオレンジ色を足すと、相乗、打ち消し合って、色があんまり何もつかなくなりますので、これは真っ暗になってからじゃないと、この色になりません。トワイライトが終わってから、ね、1万ケルビンしてみ、挑戦してほしいかなと思うんですね。で、最初からね、よく言ってる表現、っていう話をしてますけれども、夜景の基本、色にこだわると書いてますけれども、撮影する前にね、イメージしてから臨んでほしいなと思うのが、ことがあって、で、具体的に何を想像するかっていうと、撮影する前にイメージしろっていうのよくわかんないって言われるんですよ。何で想像していいのかわかんないんですよって言われるんだけど、じゃあ何かって言って具体的に言うと、3W1H の法則。ね。昔、5W1H の法則ってね、習ったじゃないですか、昔。英語で、誰がとか、どこでとかね。それを 3W にしただけなんです。3W ね。What, Where, When, How。これだけです。これだけ。この4つだけ。ね。何を、どこで、いつ、どのように。これだけ想像して、夜景に臨めばいい。何を撮りたい。西新宿。どこで撮りたい。都庁の展望台。いつ撮りたい。暗くなってから。どのように、赤くして灼熱の新宿っていう風に撮りたい。っていう風にね、想像するわけなんです。そしたら、まあ、想像できたら、それを実行すればいいだけの話なんですよね。そういうふうに、イメージする。イメージする。すごく大事。これもそうですね。これは、池袋のサンシャイン60の展望台から、池袋の街並みを海底都市のように見せたかった。海底都市。深海です。深海5000メートル、6000メートルの深海でメタンハイドレートがメラ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 と出てくるような、そういうようなね。なんかメタンハイドレートがメラメラって言ってるかどうかわかんないけれども、海の中なんで、でも、そういうイメージでね。そう、だから何よ、どこでいつでっていうのはそういうことなんですよね。イメージしてってことね。で、これは、2500ケルビン。ケルビン数を一番下げて2500ケルビンにして、ビビットにして、でサイドとかコントラストもめっぱ上げてます。非常にきっつい設定にしてます。で、さらに、露出補正をマイナス補正にして、これ、絞り優先補正取ってたかな、これはね。マイナス補正かなんかにして、マイナス2かマイナス3か、そのくらいすっごいドアンダーにして取ってるんですよね。そのくらいすっごいアンダーにして、光ってる部分しか見えない裏にして、そこを青くしているということなんですね。はい。じゃあ、どういうふうに撮っているのか、ちょっと実演してみたいと思いますので、ちょっとね、こう窓開けてやってみましょう。お、光が。さあ、ここにちゃんと三脚を用意してますね。三脚とカメラを用意してます。はい、ね。この三脚を使って、カメラを使って、ちょっと実演したいと思いますよね。はい。まあ、カメラってね、例えばこの展望台の前で撮るとき、展望台の中で撮るときに、絶対にこの映り込みがありますよね。僕よく展望台から撮るんですけど、
展望台で撮るときに用意してほしいものは、この暗幕。ね、暗幕。こうやって、はい、どうってやるわけじゃないですよ。ね。ね。この、はい、どうとかやって、やるわけじゃないんだけども、この暗幕を用意して、ここに切れ目があるわけなんです。切れ目が。で、切れ目よく見てください。ね。切れ目。左右均等じゃないです。左右均等じゃない。こっちが狭くて、こっち側は広い。ね。なんでかって言ったら、カメラって、ガラスに向かって、ガラスに向かって必ずしも正面じゃなくって、こっち向いてアングル決めたり、こっち向いてアングル決めたりするでしょ。そうすると、こっち向いて決めるときには、こっち側の面積を広く暗幕で囲ってあげないと、映り込みがひどくなっちゃう。こっち側に向いたときには、こっち側を広く裏返しにして、こっち側を広くしてあげる。っていうことなんですよね。で、クリップで吸盤を固定してます。クリップにしてる理由っていうのも、吸盤をあっちこっちに移動するためなんですね。じゃあ、つけてみましょう。吸盤だとね、ポチンポチンポチンとかでつけるだけ。簡単です。非常に簡単。で、ガラスになるべく、まあ、くっつけると傷ついちゃうかもしれないから、ちょっと離す感じで、ガラスよりはね。ね。で、設定なんですけど、僕がよくやる設定、じゃさっきの色を極端にやった設定なんていうのは、まず、このホワイトボード、ピクチャーコントロールはね、ビビットね。ビビットにして、例えば、まあ、サイドとか、まあ、まあ、あるんだけど、細かい設定はまあ、良しとして、ビビットにして、あとはね、ホワイトバランス。ホワイトバランスは今オートになってるから、これを変えましょう。例えば、1万ケルビンなんてね。1万ケルビンするときなんか、すごい赤くしたいときだから、1万ケルビンにしたと同時に、マゼンタの方も結構ね、強烈にマゼンタの方に、やったりします。で、露出補正。露出補正を、結構ね、暗めにするんですね。色を強烈にしたいときっていうのは、ちょっとね、ドアンダー気味にした方が、色が強烈にインパクトがあるような表現ができますね。そうすると今、マイナス1にしました。ね、マイナス1。マイナス1にしただけで、かなり、すごくドラマチックな景観になってきてるんじゃないかな。夜じゃないからね。あんまり。今はね。ダメだけど。ここで一枚撮っとこうかね。一枚ね。そう。で、ここでね、気をつけてほしいのは、広角にすると、こういうようなところがね、引っかかってくるんです。ね、引っかかってくる。この、暗幕が引っかからないように、ちゃんと注意して、角っこが結構ね、黒いので、蹴られてしまう。なるべくガラスに近づけて、なるべく、そう。こうやって吸盤を使いながら、固定しながら、レンズに引っかからないように、なるべく密着させる。隙間から光が入ってこないようにする。ね。してあげると、もう大丈夫。ね。これで OK。で、例えば、これを今度は青い状態にしたいなと思ったら、ケルビン数を今度は、2500ケルビンにしてあげる。あ、別にこれ好みでいいんですよ。2500にしなくてもいいんですよ。3000でも、3500でも、ね、1万でも1万、9500でも構わない。ね。同じように。青くすれば、こんな風に青くなる。新宿が青い街になってしまうね。これも、マイナス1と0だと印象が全然違ったりするんですね。はい。で、例えばね、さっきのフィルターね。ガラス越しの展望台の時にはフィルターをつけるのはあんまり進めないです。要はガラスと、ガラスになるので乱反射を起こしやすくって、
あんまり画質的に良くないのですけども、どうしても輝度差をコントロールしたいと、どうしても輝度差をコントロールしたいとかっていう時には、やっぱりね、フィルターも必要かなと思いますので、こうやってね、つけて同じようにやってください。ここでね、暗幕を使いながら。ただやっぱりすごく乱反射しやすいので、このフィルターによる乱反射っていうのは、この暗幕では防ぐことができません。これはね、しょうがないです。はい。はい。じゃあ、続き行きましょうか。続き。はい。じゃあね、円形の夜景をいろいろ撮ったわけなんですけれども、今度はね、円形ばっかりじゃなくて夜景って言っても地上に降りて近い夜景も撮るわけなんですよね。例えばこういうふうに言うとスナップ的な夜景も撮るわけなんです。スナップ的なね。これはインドのバラナシっていうところ、ガンジス川の、ほとりですね。なんですが、これは祈りの瞬間ですね。ヒンドゥー教の教徒の女性が、ろうそくをね、川に流すっていう、そういう瞬間です。これね、文化なんですね。その土地の文化を撮ってるわけなんです。要は、何が言いたいかっていうと、ただ単に夜景を撮るんであっても、そこが何なのか、その土地がどういう土地なのか、どういう歴史があって、人々はどういう暮らしをしているのか、何を考えて暮らしているのか、何があった場所なのか、そういったところまで深掘りして知っておくと、こういう写真が撮れると。そういうものを撮ってほしいんですね。ただ単に美しい。ただ単に綺麗だった。イルミネーションが綺麗。色が綺麗っていうだけだとね、それで終わっちゃうんですね。そうじゃなくって、この文化があることによって、文化を撮ることによって、内容がね、すごく濃くなっていくんですよ。ね、これはイタリアのマテーラっていう街なんですけども、奥の方にね、ドアを開けようとしている、まあ、チャイムを鳴らそうとしているのかわかんないんですけども、人のシルエットが見えるでしょ？このちっちゃいシルエットが見えるだけで、あ、家路に帰ろうとしてるのかなとかね。そういうようなものが想像できるわけなんです。ね、いわゆる家族の力っていうのがね、ここで感じられるわけなんですよね。例えばここには水上集落があります。これブルネです。すごくね、国で一番美しい大きいモスクの前に水上集落があるんですね。これ貧富の差っていうものを映してるのかなと思いきや、実は水上集落の家庭も含めて、ブルネの、国民の家庭っていうのは、一家に2台ぐらいは車を持ってるんですね。非常に裕福な生活をしています。水上集落の人たちも地上に車いっぱい持ってます。っていうぐらいね、ちょっと面白い国なんですけどね。はい。ということで、この辺でわかることはですね、写真は美しいだけじゃなくて意味を込めることが大切っていうことなんですね。これは夜景だけじゃなくって他の昼間の風景も含めてすべてのことなんですけども、まあプロでもアマでも関係なくね、まあアマチュアだったらコンテストでもね、やっぱ入賞しやすいように頑張りたいなと思うんだったら、この意味を込めるということを考えると、当然より、写真の重さっていうのが重くなりますので、綺麗プラス意味があったら、それは当然いい写真ですよね。よくなりますよね。で、美しい、まず美しい夜景が撮りたいなと思うんだったら、まあ、入門コースで十分なので、まあ、僕はニコンカレッジの、夜景の入門コースを教えてますから、いつでも来ていただければ美しい夜景をお教えしますので、ね、いつでもお越しください。ね、はい、入門コースはもう本当にいつでも、ウェルカムで僕はお教えしますんでね、ニコンカレッジへようこそということでね。はい。ね、テーマ設定っていうのもね、奥義3、テーマ設定っていうのも、非常に重要で、徹底したイメージというものも、重要かなと思います。これは力強いのか、優しい力なのか、大きい力なのか、ゆったりした力なのかっていうのは分からないんですけど、それぞれなんですけども、いろんな力を感じる。例えばこの写真、今のこの写ってる写真っていうのは、宇宙なんです。地球の中にある宇宙を写している写真なんですね。宇宙の中の地球じゃない、逆なんです。地球の中の宇宙っていうイメージを、表現をしている。これフィッシュアイレンズですね。360度映る魚眼レンズ。同じく、魚眼レンズを使ってこちらも撮っている。これは宇宙へ帰りたい宇宙人。地球に囚われている宇宙人なんです、これは。これ囚われてるんです。この囚われてる中で上を見ながら、自分の星に帰りたいよっていうふうにね、思いをね、込めてるような、そういう宇宙人の気持ちを表現している写真なんですね。まあ、いろんなテーマがあると思うんですね。これはもう鉱石ですね。これもフィッシャー、まあ偶然フィッシャーがついちゃってますけど、鉱石がぐーっと来ている幻想的な瞬間ですよね。で、徹底したイメージっていうことで、非常にね、夜景っていうのは美しい夜景もあれば、
これからの夜景っていうのはね、美しい夜景もいいんですけども、かっこいい夜景っていうのもちょっと目指してほしいなと思うんですね。かっこいい夜景。美しいのはもちろんいいんですよ。こういうかっこいい夜景が撮れるようになったのはデジタルカメラの進歩によります。ね。実はこの写真は、クリエイティブピクチャーコントロール。Z シリーズになった新しいピクチャーコントロールが追加されましたね。その中のソンバーっていう種類を使ってるんですけども、ソンバーがね、非常にかっこいいんですよ。ソンバーコントラストが高くって非常に重々しい発色になるんですけども、これ昼間撮ってもかっこいいです。スナップショットを撮る人はね、非常にこのソンバーを好きな人が多いんですけど、夜景でも使えますね。ただ、ものすごく男性的で力強くて、硬い重い写真になりそうなので、そういうのに合ったイメージを、選んであげればね、このソンバーっていうのはね、非常に、表現の力になってくれると思うんですよね。これすごいでしょ？これどこだと思います？これ。横浜でしょ？これ横浜。ね、横浜の僕が日本カレッジの実習では必ず行くようなとこなんですけど、それをね、単純にちょっと望遠レンズで圧縮効果を出して、ソンバーで撮ったらこうなるっていう。ね、こういうような、シーンですね。なかなかね、普通の夜景だと、普通の撮り方だと、普通にしかならないけれども、どういう風に表現したのか、3W1H を思い出してくださいね。これを、実践して、どういう風に撮りたいのかを考えれば、こういう写真が撮れるようになりますのでね。はい。じゃあ、この辺で、時間になりましたので、質問がちょっとね、今日参加者の方がいらっしゃいますので、質問がありましたら聞きたいと思いますけど、何か質問ってありますか？フィルター結構悩むんですけども、選ぶときに、まあ、基準っていうか、こう、まあ、素人でも結構扱いやすい、こういうフィルターとかって何か選ぶ基準ってありますか？それは、角型のフィルターでですか？角型。ND フィルターの。うん、全面の ND、それともハーフ ND？ ハーフを一応買ってみたんですが、いまいち活用できてるのかよくわかんないんですけども。何を買いました？どういうのを買いました？コキンの、まあ、なんかセットみたいなやつを買ってみたんですけど、ね。グラデーションの幅が、例えば、うん、ハードタイプなのかソフトタイプなのかによるんですけど、多分、買ったものは間違いないと思うんですね、おそらく。その使い方が分かってないんで。そうそうそうですね。なかなか、そうですね。今ね、一言で言うのは難しいですよね。ただ、使い方いろいろあります。そうですね。例えば、望遠レンズと広角レンズを使うときでも、望遠のときにはソフトタイプっていうのはあんまり効果がないんですね。で、広角レンズのときには逆にハードタイプだときつすぎたりするんですね。グラデーションの幅があっという間にきつくなるんで、そういったようにレンズによっても使い分けをする必要があるっていうのもあって、多分それも多分できてないんだと思うんですね。多分やり始めたと思うので。ひとまずつけてみたら。はいはい。で、そうするとなんかちょっとなんか、きついなとかね、あんま効果がわかんないなとかっていう感じになってしまうので、その辺はね、まあそうですね、時間があればニコンカレッジの超長時間旅行撮影講座っていうのがあるので、そちらにお越しいただければ、はい、もうそこで教えてる内容がもう全てそうなんですよ。なのでまあそれでもね、勉強できるかなと思います。はい。はい、ありがとうございます。あとは何ですか？あと。撮影されたものと、あれ、結構プリントしたものって同じような色が出ますか？うん。これはね、プリントに関しては、やり方がいろいろあって、はい、例えば、モニターとプリンターっていうもののセッティングがね、ちゃんとできてるかどうかっていうのもまず第一問題がある。あとは、どういうソフトを使ってプリントをしているか。あと、プリントをする用紙と飾るところ、見方、ライティング、これがどういう風な条件なのかによって全然変わってくるんですよ。例えば今同じプリントをここで見るのと、はい、外で見るのと、家帰って見るのと全然色が変わるんで、これもね。あ、それによって、やはり。そう。一概に言えないんですよ。そうですね、プリントって。はい、だから自分のどこに飾りたいのかによって、ライティングはどうだったらこの、紙で使う人がいいなとか、それで選んであげてもいいかもしれないですね。わかりました。どうもありがとうございました。はい。じゃあ、そろそろね、時間なので、この辺に締めにしたいと思います。本日はどうもご視聴ありがとうございました。ただ。